こんにちは。株式会社トップクラスエデュケーションの並木です。いよいよですね、ガチで本気の演劇ワークショップの夏季合宿を、これから9月にですね、やっていくんですけれども、今日はですね、難波講師と、対談をしながら、じゃあどんなね、合宿なのかということを、詳しくね、お伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり久しぶりですよね、この合宿ね。そうですね、何年ぶり?2年ぶりぐらいか。ですよね。うん、前は、秩父にやってで3年ぶりぐらいじゃない？あ、そっか。結構なると思いますね。で、秩父でやって、その前は山中湖でやって、山中湖でって感じですよね。で、その後ちょっとね、海外合宿とかね、いろいろ入ったんですけど、まあ、久しぶりに、国内合宿ということで、そうですね、まあ、やっていこうということなんですけど、まあ、今回は、伊東合宿ということで。伊東、はい。伊東ですね。伊東、いいですよね。伊東ありますか？伊東はないですね。はい、伊豆までならありますけどね。はい。はい、今回はその合宿で何をするかというと、まずテーマですね。テーマは、演技をするための心と体の改造と役を生きるアプローチということですね、このテーマに、合宿をやっていきたいと思うんですけれども、じゃあこれについてお願いします。これについて、はい。そうですね、今回の合宿ではというか、まあ、トップクラスエデュケーションさんでずっとやらせてもらっている、ガチで本気の演劇ワークショップ楽園の中で取り扱っている、まあ、全12回ワンクールで大体皆さんにこうお伝えしているものを、この合宿では3日間にギュッて絞ってガツンとやってみようっていう感じで今のところ考えているというか、まあ、そういうふうにやっていくつもりでいます。はい、演技をするための心と体の改造と役を生きるアプローチって言って、まあね、たくさんこうお芝居すごく好きで一生懸命頑張ってやってるんだけど、なかなか自分の思うような結果が出せなかったり、自分でこうやってみたんだけどそれに見合うような評価をしてもらえないっていう人がね、たくさんこうね、トップクラスさんの方にはお悩み相談という形でね、寄せられていて、お芝居をこうやっていく上で自分自身が思っている通りにお芝居ができているかどうかっていうことがまず最初のね、チェックポイントになっていくんですよね。もちろん自分がやれる最善、最高のものを一生懸命考えて練習して、まあ、演じてるんだとは思うんだけれども、果たしてそれが自分がイメージした通りにやれてるかどうかっていうのが結構ね、怪しい。なかなかそれって難しいことで、自分ではできてるつもりだけど違っている、だから自分が思ってる評価と評価がずれる。まずこのことに着目して、じゃあどうしたらいいのかっていうことを考えてみなきゃダメなんじゃないのってね、いつも、クラスとかでもお話をさせてもらってるんですけど、そのための、訓練、要は自分がイメージしていることと実際にこう表現していることのズレをなくしていくための心と体の調整と調律っていうところにまず手腕を置いてやっていきたいなと思っています。はい、それから、役をねこう一生懸命考えて演じているつもりなんだけれども、まだまだその役を自分のものにしていくっていうのかな、役自身をちゃんと理解してそれを自分のことのように取り扱っていくためには、おそらく役へのこう働きかけ、役との対話っていう部分で、要になるところが抜けちゃってる。単純にこの役この時どんな感情かなとか、この時どんな顔で喋るのかなとか、どんな風にこう人と接するのかなとかっていう、割とこう表面的なことと心理的なことばかりに頭が行きやすくて、役が一体何を求めてて、どういう考えの中でどういう思いを持って、自分の人生を生きてるかとかね、そういったところになかなか手が出せない。なんでかっていうと、そういうことが必要であるっていうことをまず理解しづらいし、そのことをじゃあどういうふうに手を出していいかっていうことがなかなかはっきりしない中で、じゃあそういうところをね、講義という形でみんなと一緒に考えてみたらいいのかなと思っていて、3日間でね、思いっきり体を動かして、思いっきり叫んで、思いっきりこう、普段表せない自分を解放して、でがっつり役について、
その役へのアプローチについてみんなで話し合ってみてね、いけたらいいなと思います、はい。じゃあ具体的にですね、じゃあ合宿でどんなことをやるのかということを、簡単にちょっと説明していきたいと思うんですけれども、まず一つ目が、心と体の調整調律、演技をしやすい体と心にする。じゃあこれについてお願いします。はい、ね、さっきの合宿のテーマでも、まあ、ちょっと触れたんですけどね、つまりその自分自身のこうイメージしたこと、何かを想像すると心が動いていくんだけど、その心と自分の体がうまくこう循環していかない、反応し合っていかないっていうところに演技をしていく上での、まあ、やりづらさが出てくるから、そのこう心と体の循環を良くしていく、つながりを良くしていくっていうためにどういうことをしていったらいいのかっていうところから、合宿がねスタートしていきたいなと思っています。具体的にその講義と体を動かす、そうですね、はい。そしてリラクゼーションと五感の記憶、これについてお願いします。そうですね、自分自身がイメージしているように自分自身の体が反応してくれないとか、あと人前に出るとものすごく緊張して自分の実力が発揮できないっていう人たちたくさんいると思うんですけど、まずやっぱりね、第一にそこから手をつけていく必要が俳優の訓練の場合僕はあるっていうふうに考えているし、まあ、自分自身もそういうふうに教わってきて、慢性的なね、こう日常生活、今までこう普段ね、日々生きてきた中で、自分の、なんていうのかな、こう、習慣っていうのかな、思考っていうのかな、そこから来ている、まあ、慢性的な緊張状態っていうのが、人は誰しも必ず持っているんですよね。自分のこう思考のブロックっていうのかな、それをまず緩めて、ほぐしてあげる。で、体にも全く同じことが言えて、自分自身の日常生活から来る習慣によってどこかがねじれているし、どこかに圧がかかっているし、どこかにやっぱりこう硬いなんかしこりのようなものができていて、さっき言ったこう循環を妨げている部分が必ずあるって考えてもらった方がいいんですね。で、それをまず緩めて、そこからその状態から自分を解放してあげるっていうのがリラクゼーションの訓練の主な目的だと思います。だからその訓練をすることによって、自分の心の声が楽に外へ出やすくもなっていくし、自分自身の心理が体全体につながっていって溢れていって、でそれがこう外に現れていきやすくなっていくと思うし、表情も緩んでくるしね、そのための練習がリラクゼーションだというふうに思ってもらうといいなと思います。それから五感の訓練に関しては、五感の訓練、まあ、僕たちこれをセンソリーって呼んでるんだけど、このセンソリーっていうものが想像の世界へ自分たちをこう導いてくれる鍵になるっていうふうに考えてるんですね。それからその五感の訓練をすることによって集中力、自分の注意の集中って呼んでる集中力のコントロールも身についてくるし、この訓練をやることによって実感、リアリティっていうものを体感しやすくなってくるんですね。で、このリラクゼーションと五感の訓練をすることによって、で、まあ、役が生きている創造世界を自分の生きている場所に変えていくことが、まあ、やりやすくなっていくというふうに考えています。そして、感情の解放ですね。感情の解放に関しても、まあ、さっきのねリラクゼーションの流れ一環の中にあるように、自分自身のこう、ね、生きてきた環境や状況、それから習慣や、まあ、教育や宗教観、そういった諸々のこと、道徳心とかそういった諸々のことから、深く深くね、こう自分自身の本当の思いっていうか、人間なら必ず誰しも持っている根源的な感情っていうのがあって、それを、外へ表すことに抵抗感がある人が結構多いんですね。で、そこを、まあ、半ば力ずくで打ち破っていこうっていうのが感情の解放のワークにできます。で、これも、役を深く深く、役と深く深くシンクロしていって、役の思いをしっかりと伝えなければいけない時、誰かと対話していく時に、舞台の上は
アンサンブルでできていて、お互いがこうコミュニケーションを取りながら交流をしながら進めていくのが役を生きるっていうことじゃない。だからその時にその感情を恐れたり恥じたりすることによってそのことがなかなかしづらくなる。これ実人生でも全く同じことが言えて、自分自身のいろんなものを恥じるものだから、そして自分自身を守っていきたいという思いが強くなってしまうから、人と向き合うこと接することが難しくなる。人と向き合うこと接することが難しかったら俳優って仕事できないので、ね、そういう意味ではこの感情っていうものに、手を触れてみよう、自分自身の感情っていうものを、手放してみよう、そして自分の中にいろんな感情は豊かにあるんだっていうことにもう一度気づいてみようっていうワークになります。そして滑舌とか発声の強化。そうですね、これに関しても少し時間をね取りたいなと思っていて、今伝えたリラクゼーションや感情の解放のエクササイズをすることによって随分ね声の問題や滑舌の問題も、解消されていくんだけれども、でもなんだかんだ言ってやっぱり俳優の仕事ってセリフをちゃんと明確にこう伝えていく、ね、っていうことがとても大事になってくるの で思った以上にこう声のことに関して悩んでる人って多いと思うのね。 YouTube とか見てもね、発声再生数がね、再生数すごいですよね、で本当に YouTube を見るだけで、ね、何万円分もの、ね、こう授業料を払って学んでいくようなこう知識がいっぱい溢れてる中で、なんで未だに発声や滑舌について悩んでる人がいるのか分かんないぐらいの量が流れてますよね。で理由は簡単で、知識になっちゃうから、あ、そういう考え方なんだ、なるほどね、そういうふうに自分は間違って認識してたからできないんだ、もう分かった、だからできるはず、分かるとできるは違いますからね。本当にプロ野球の選手のこういろんなことを分析して、科学的なデータをいっぱい知って、ね、たらもうホームランが打てるのかって、そんなわけじゃないわけで、やっぱり実践を伴って、自分自身の、発声と滑舌に関して言うならば、この口の、こう周り、この辺全体の動かし方という。それを自分で、体感することや、発声だとブレスワークだとそれこそ体全部で呼吸しているから、そういったことを実際に自分の体と向き合って触れながら、やってみると、そういう知識が生かされていくんじゃないかなと思うので、この滑舌と発声の強化に関しても少し時間取れたらいいなと思っています。はい、そしてインプロビゼーション、即興ですね。そうですね、これも、もちろん俳優にとってはとても大事な要素で、一般的にはねちょっと勘違いされてると思うんだけど、即興性があるとか応用が効くっていうのはもちろんとても大事なことで、その瞬間その瞬間ね、その場所に見合ったなんか面白いことを言ったりとか、なんかトラブルがあった時にうまく切り抜けるとかっていうイメージかもしれないんだけど、僕たちが考えるインプロビゼーション、即興っていうのは決められたことをちゃんとやっていく上で、その決められたこと、今こうもうやるべきこと決まってるわけだよね。舞台の上でセリフも全部決まっているし、演出もちゃんと入っているし、今ここでどういう風に動いてどういう風に表現してっていう、この決められたことを即興でやっていく、わかりますかね。これがなかなかね難しいとこなんだけど、決められたことを形でやっていくのではなくて、もう何度も何度もしつこいぐらい訓練して、しつこいぐらい練習して、しつこいぐらいリハーサルを重ねているにもかかわらず、今まさにあたかもそこで初めて即興でそのことが生まれてくるようにするには、どういうことが必要か、何が求められるかっていうところを見つけて強化していく訓練。そしてシアターゲーム、これはね、そうですね、インプロビゼーションの延長線上で、みんなでそのお芝居をやっていくための、簡単に言うとさっき言った交流の訓練の強化っていうふうに思ってもらうといいかなと思います。そして、役へのアプローチ徹底講座。そうですね、これはテーブル稽古になると思うんですけれども、役を渡された時にまずどういったところからこう考え始めたらいいのかとか、
実際にこう役と自分をつなぎ合わせていくためには何をこう具体的に掘り下げていったらいいのかっていうようなことを、まあ、徹底的にお話しさせてもらいたいなと思っています。そして実際のその演技のシーンの実習、そうですね、短めの、テキストを用意していこうと思っているので、そのテキストを使って、まあ、当日ね合宿に集まってくれた人たちと、グループ分けをして、でその中でそれぞれに、まあ、練習してもらってシチュエーションを書いてもらって、はい、で実際に、最終日ですかね、ワンシーン演じてもらって、それに対してもうシーンが始まった瞬間からサジェッションさせて提案させていただくので、どんどんその今まで自分自身が演技をするときにこう気をつけていたこととは違う、あ、こんなことに気をつけていったらいいのかとか、あ、舞台の上とかカメラの前で役を演じるときってこういうところに集中をこう持っていけばいいのかとかね、そういったところをのまず基本的なところですね。エンターテインメント性っていう、なんか面白みとかっていう部分はちょっと一回脇に置いといて、まず一番基本的なちゃんと、まあ、人間としてっていうんですかね、こう人としてその場所に存在し、いわゆるこう一般の人生の中で生きているようにその場所を生きてみようっていうことの、まあ、実習っていうふうに思ってます。その場その場でなんか嘘くささをどんどん排除していくって感じですね。うん、そうですね。普通のまあ演技実習とかだと、まあ、全部演技を見終わった後に、まあ、演出家の人とか先生がここはこうだったねとかって言うけど、まあ、こっちの場合はもうやってる間に、そうですね、やってる途中から舞台上でどういう風に、していたらリアリティ実感が持てるかっていうことをその瞬間瞬間にサジェッションしていけたらいいなと思っていて、ということで、じゃあ実際に、じゃあちょっとここからぶっちゃけトークになるんですけど、ナンバー講師自身がその、まあ、これまで訓練してきた時期もあったと思うんですけど、うん、その中でその合宿での体験談って何かありますか？合宿でこんな風に変わったとか、あ、自分自身がまだ、うん、レッスンをしていた頃、まあ、今もやってるんですけどね、はい、そうですね、自分自身もやっぱりね、演技の先生講師について、うん、12、3年はもう本当に毎週毎週通って、うん、でその中で合宿っていうのも時々やっていただいて参加させてもらったんですけど、僕の合宿の体験談っていうのは、そうですね、それまでの訓練の中でこう自分自身をほぐして耕していろんなことをふわふわふわって炙り出すって言って、こう表面に上がってくるか来ないぐらいのところまでこう緩めておいたものを一気にバンって外へ解放、してもらったっていう印象が強いかなって思っています。具体的に言うならば、そう、例えば僕だと演技をするときについつい格好をつけてしまうっていうのが僕のずっと、持っていた課題で、普段の日常のこう訓練の中からでもそれはちょこちょこ指摘されていたんだけれども、その合宿の時の一番最初に何かをやった時にそのことを言われるわけですよね。よしあけって、あんた格好ばっかりつけるからダメなの、あんたダメとかってその役割をポンと外されてしまったりとかする時にドンって落ち込むわけですよね。で日常だとこうその時言われてそのワークをしている訓練をしている瞬間間は稽古場にいる間はねそのことでこういっぱいになるけど、一歩外出ちゃうとさ、他のことで気が回り、お酒飲みに行って愚痴を言ってみたりとか、俺はそんなことないとかって言ってこう感情を解放させてお酒の力借りてね、そのことを深く考えなかったりするんだけど、3日間の合宿の間そういう時間がないから、そのことと本当に真剣に向き合っていかなくちゃいけないんですよ。カッコつけるってどういうことなんだろう。僕の場合だと自分はカッコつけてるつもりはないんだけど、それこそ子供の頃からよく言われてカッコつけしカッコつけしって言われてて、役者としてのカッコをつけるなっていうことは、つまり形だけで取り繕って表面的な何かだけで物事を進める習慣があんたには根深くあるから、根強くあるから、そこに目を向けなきゃ本当に真に生きた俳優ではないにはなれないよっていうことを強く
認識させてもらったっていうのが一つですかね。あとは自分自身の苦手な部分に本当に目を向けさせてもらって、そして講師の先生だけではなくて、そのね、アシスタントの方もすごく親密に熱心にこう相談に乗ってくださったので、それを通して自分の苦手な部分、つまり格好つけてしまうっていうところ、形で何とかしようとする部分から自分自身の本質、心を解放していけばいいんだよっていうことに、気づかせてもらったのも合宿での大きな、収穫だったかなと思います。僕の合宿の体験なんてそういう感じなので、できればね、今回伊藤合宿参加してくれる人にも、そういう実感をね、ちょっとでも感じてもらえたらいいなと思います。せっかく来るなんてやっぱね、開発されて成長して帰ってもらいたいですよね。そうですね、俗に世間一般で成長っていう言葉使うんだけど、僕は成長っていうより俳優の訓練のまず最初は自分の可能性に気づけること、自分の可能性を信じられるようになることだと思ってて、それはその可能性を押しとどめてしまっている自分自身の自我とかエゴとか、そういったものと向き合ってそれを取っ払う作業だと思っているので、本当にこう合宿終わった後に、俺やれるかもしれない、もっと俺できるんだよね、私もっと今まで思ってたのと全然違う自分がいるんだよねっていうことに気づいてもらえたら最高かなと。じゃあ今これを見てる方もですね、自分の場合どうなのかなとか、自分行っていいのかなと思ってると思う方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあ具体的にどんな人に来てもらいたいとかってありますか？そうですね、もちろんね、お芝居始めたばっかりでね、どんな風に何をやってもいいかわからないし、実際にこうお芝居の現場でやってみても全然うまくいかなくて困ってるっていう人ももちろん来ていただきたいし、自分自身は本当にお芝居好きで仕方なくて、めちゃめちゃこうね一生懸命取り組んでいるにもかかわらず、結果が出せないっていうか、自分が思っているような評価をしてもらえなかったり、実際に自分自身が役を演じている時に自分でやっていながらもうなんとなくこう不足ささを感じてたりね、あとは自分の中で俳優として限界を感じていたり、そういう人たちで、こういうね、僕たちがこうトップクラスさんを通してね発信しているような訓練方法とか考え方にまだ触れたことのない人にぜひ来てもらったらいいなと思っています。あと一つだけ条件があって、年齢制限がね。そうですね、これが18歳以上。そうですね、基本的になんで18歳かっていうと、大体18歳なんだけれども、ある程度こう自我が確立していて、そして、社会生活っていうか、その実社会に近いところでっていうか、実社会を体験している人って言ったらいいのかな、ある程度こう、ね、人格がこう形成されていて、一般社会で大人って言われる人たちに来てもらいたいっていうか、その人たち対象にワーク訓練はプログラムされてるっていうふうに考えてもらうといいんですね。まず自分を抑えること、自分自身をちゃんととどめることができることが条件ですね。あとは自分の責任において訓練に参加してもらえるっていうことがとても大事だと思っていて、そういうこととかを考えると18歳以上っていうのを一つの線引きにさせてもらっています。それから心理的なちょっと病気を抱えている人も今回は申し訳なくて、その躁うつがあるとか情緒がちょっとこう安定しないとか、そういう意味ではそういう精神科っていうんですかね、よくわからないけど、そういうところに通っていて精神安定剤を飲みながらとか、しているとか、そういう人はねあまりいないと思うけど、やっぱり薬物とかアルコールに依存がある人とかっていう人は、向かないというふうに
考えていますので、申し訳ないんですけど、そういったことのある方は、参加できません。まあ、18歳以上で心身ともに健康な方だったら、どんなレベルの方でも OK ですよね。それはもう全ての方に対象としてやらせてもらいたいと思っています。はい、はい、そしてじゃあ具体的に、まあ、これまで、まあ、何回かね、まあ、合宿をやらせていただいたんですけど、この合宿の参加者の変化って何かありますか？明るくなりますよね。なんかそうですね、もちろんこうたくさんの人が受けてくれているから、個人差はあるし、この3日間何をやってたのかなっていう人も中にはいるんですよね。当然僕は普段の演技ワークショップをやらせてもらっている時にも、講師をやらせてもらっている時にも、まず最初に皆さんにお願いするのは、僕に何の力もないよ、僕ができるのはとにかくこういうことやってみたら、こういうことを考えてみたら、こういうことに手を出してみたらっていうことをこう提案していく、サジェッションしていく、そして実際にこういうふうに動いてみようかっていうふうな方向性を指し示していくことしかできなくて、あとはそれをどういうふうに捉えて、どういうふうにそれを実践実行していくかは一人一人にかかっていくから、成長していく、自分自身を解放していくのは僕ではなくて他のない、ね、その参加してくださる一人一人の人の、まあ、言い方悪いけど責任になってくるんですね。でその中でやっぱり合宿に参加してもらって、本当にこう集中してもらって、みんなと、ね、一緒にその合宿をフルで楽しんで、ね、目いっぱいこう訓練に臨んだ人たちっていうのはもう明るくなるし、人との交流が少し楽になっていくし、自分自身にさっき言ったようにちょっとした自信が持てるし、人によっては、あ、自分ってこういうところが自分自身を重くしたり暗くしてたんだなっていうことに気づいていく人も出てくるし、欠点って言ったらいいのかな、自分が、なんか自分の思ってるような評価をもらえないのは、あ、こういう自分だったからなっていうことに気づいて、それを手放すことができないとか、していて、俳優としてももちろんそうだけど、実際の、プライベートの人生そのものも少し軽くなっていく人がいたり、そういうふうにこう後々ね、報告を受けたりしているので、すごく嬉しいなと思って。じゃあ、まあ演技にしても人生にしても、なんか大きな転機になる人がたくさんいますよね。そうですね。その可能性は十分にある、合宿になると思います。はい。ではじゃあ実際に合宿をする場所ってどんな場所なのかということなんですけど、これもですね、この前ちょっと下見に行ってきたんですね。はい。これがですね、もう海がすごいんですよ。まあ駅から歩いて10分ぐらいなんですけど、オレンジビーチっていうところがあって、その近くに合宿の旅館だったりとか、あとはスタジオがあるんですね。でこのスタジオがですね、めちゃめちゃ広いんですよ。収容人数が200人ぐらい。200人すごいね。でしかもその窓の外が海なんですよ。海を見ながらエクササイズができるという。すごいね。めちゃめちゃいい環境ですね。いい環境ですよ。でそこでね、まあ、音とかも全然問題なく出せるし、暴れられるので、すごい解放された感じでできるものになります。海がすごく近くなので、例えば朝のね、散歩とか、あ、いいですね。海沿いを散歩したりとか、はい、あと海沿い散歩していくと、あとちょっと駅の方に行くとですね、伊東七福神っていうのがあって、その伊東温泉の周りに、まあ、いろんな七福神が祀られてるんですけど、でその中に、まあ、弁天様っていう、弁天様いますよね。はい、であの弁天様、弁財天様っていうのは、まあ、芸能の神様って言われていて、その開運の神様。へ、なので今回の合宿では、まあ、散歩をしながらそこも行って、あ、いいですね。で開運をしながらいいですね行くっていう感じなんですけど、そこがですね、松月院っていう、お寺なんですね。ですごくその日本庭園が綺麗なんですよ。へ、でしかもそこから海が見えるっていう。素晴らしいですね。楽しみ。普通のなんか映画に出てくるようなロケーションのお寺があるので、まあ、そこに行って開運をして、開運いい空気を吸って、はい、でまたレッスンに臨むみたいな、心身ともにリフレッシュさせて、はい、いいですね。そして温泉ですね。温泉がですね、伊東温泉、すごい有名な温泉がありますけれども、僕のその旅館の、ね、お風呂に入らせてもらったんですけど、暑くもなくぬるくもなく、ちょうどいい感じの、へ、はい、まあ、そこまでなんか大浴場っていう露天風呂とかではないんですけど、まあ、普通の源泉で、源泉で、
医療お風呂がありますので、何時間でも入れるぐらい体の、ね、疲れもそれで取れるし、まあ、いいですね。いいですね。そして食事とかもね、まあ、海なので海幸がたくさん、ね、取れますね。そして旅館の方も結構老舗旅館なんですよ。老舗旅館で昭和の初期ぐらいに建てられた、いくつかそれの昭和初期の頃に作られた旅館が点々とあるんですけど、その中の一つ、昭和っぽい情緒的なものがあるような地域で、いいですね。なんかじゃあ普段のね、日常から思いっきり離れて、はい、ね、海を見ながら、そう、大暴れして、大暴れして、ね、じゃあ楽しみ、楽しみですね。はい、はい、で、そしてあと合宿にはですね、まあ、いくつかコースを分けさせていただきました。まず一つが学割とか一般コースですね。まあ、学生の方、専門学校の方とか、大学生の方は、まあ、通常よりも割引をさせていただこうということですね。そしてあと VIP コースっていうのがあります。でこの VIP コースは何が違うかというと、個別のカウンセリングを、入れるということなんですけど、特にですね、この合宿に参加される方っていうのはなかなか、まあ、普段のレッスンに来れなかったりとか、あと遠方の方だったりとかっていう方がいらっしゃって、うん、でなかなかその自分の悩みとかをどういうふうに解決したらいいのかとか、今自分が抱えているものをどういうね、切り口から崩していった方がいいのかっていうことがなかなか分かんなくて悩んでる方がいらっしゃると思うんですよね。でそういった方のために、時間を取りまして、難波講師と1対1で今の悩みだったりとかその解決方法をカウンセリングをするっていうのがこの VIP コース、これは2日目の夜とかに時間を取ってやっていくっていうものなんですけども、でこのカウンセリングとかって今までいろいろやられたと思うんですけど、うん、まあ、どんな感じでやるかとか、まずはそうですね、まあ、延期カウンセリングということなので、うん、普段ねどういう環境の中でお芝居をやっていて、まあどういうことが自分自身の悩みで何がこう、うん、はっきりしないかっていうようなことをまずお話をとにかく聞かせていただいて、でそれから、うん、そのお話の内容に沿ってじゃあそういう時にはこういうことを考えてみたらいいんじゃないのとか、こういうところの考え方をこういうふうにちょっと変えてみたらどうっていう感じで、まあ、60分間お悩み相談みたいな感じでお話をさせてもらえたらいいなと思っています。ただしね、僕は芸能界の売れ方とか生き残り方とか、うん、まあ、知らないのでそれはちょっとなしで、まあ、純粋に演技を高めるためにどうするか、自分が今置かれているその役者としての環境の中で、まあ、迷っていること悩んでいることをどういうふうにお芝居をしていくと自分自身がより生かすことができるのかなっていうことを重点に、まあ、相談いただければいいなと思っています。はい、はい、そして、まあ、これまでね、いろんなね結構有名な方とも相談来られてきてますからね、うん、そうですね、うん、一線のね大きな劇団の女優さんとか、うん、俳優さんとかも話させていただいて、うん、ほんとちょっとしたことでアクティングって大きく変わっていくみたいな、うん、まあ、難波講師と直接話せるってね、時間取って話せるってなかなかないですよね。そうですね、普通はないレッスンがやってますけど、個人個人で話せる機会ってあまりないと思うので、うん、まあ、本当にもう抱えてる悩み解決したいっていう方は、そうですね、このカウンセリングが受けるとパーッと広がってきますよね。ぜひお話を、ね、聞かせてもらって、はい、そして今回合宿に参加された方には、まあ、合宿だけではねそこで終わってしまいますので、まあ、自宅でも学べるような特典を用意させていただきました。まあ、特にやっぱね東京に来れない方って結構いらっしゃると思うので、合宿した行った後どうすればいいのかっていうことが結構気になる方もねいらっしゃると思いますので、まあ、それを解決するための、特典を用意させていただきました。でまず一つが、これはですね販売をしてないんですけど非売品の教材で、マイケル・ジェイ・ホフのメソッドの訓練ビデオっていうものがあるんですね。このマイケル・ジェイ・ホフメソッドって何なのかって簡単に言うと、はい、スタニスラフスキーという人の、はい、まあ、お弟子さんっていうのかな、うん、ね、でその同時のスタニスラフスキーの時代にやっぱりシステムを中心にしながら、独自の訓練法とかアプローチを考えた人で、僕が学びに行ったところではこのマイケル・ジェイ・ホフ
を非常にご熱心に力を入れてレクチャーしていただいて、で僕自身もあのこの、ね訓練方法をすごく効果的だな、うちの劇団ではどちらかというとマイケル・チェーホフの訓練を非常に置いてやってたりするぐらいなので、ぜひ、まあの基本的なところですよね、一番最初の一番ベースになる訓練のビデオだと多分思うので、はい、あのかなり効果的だと思います、はい。まあ、合宿の中でもレッスンやりますけど、そうですね、まあ、だんだん忘れていっちゃいますから、うん、まあ、それをずっと忘れないように、まあ、何回でもビデオを入れるように、教材として作らせていただいているので、これをプレゼントさせていただきます。そしてもう一つが、緊張改善リラックス講座のオンラインビデオ講座ですね、はい、これも具体的な、考え方とかレッスン方法とかっていうものを、ビデオを撮らせていただきましたので、まあ、これを何回でもビデオを通して、具体的に訓練をしていくことができるようなものになっていきます。これ2つともですか？2つとも。おー、すごいですね。ただ、合宿で、それをまず体験して、やってみて、で、自分自身がこう、ね、合宿で気づいたこととかをノートに取っておいて、で、お家に帰ってからはこのビデオを見ながら、繰り返し繰り返し、毎日実践できるって、それはなんかいいですね、理にかなった、とてもいいことだなと思いますので、そうですね、はい、合宿で終わりじゃなくて、合宿からスタートみたいな感じですね。あ、いいですね。はい、じゃあ最後にですね、この合宿を最大限活用するにはっていうところで、最後の言葉をいただきたいと思うんですけど、これからその合宿を参加をする人がどういう考え方とか、どういう取り組み方をするとこの合宿が最大限活用できるのかっていうと、どんな感じですか？そうですね、まずこれまで自分自身が一生懸命やってきた中でなかなか結果が出せない、思うような自分自身の表現ができないっていう、ね、人たちが多分来ると思うんですね。で、その時に新しい考え方、新しい自分の生かし方に気づいてもらえたらいいなと思っていて、だからこのワークショップ、この合宿で自分自身を証明してやろうとか、自分の凄さを発揮してやろうとかっていうのではなく、これまでの自分とは違う自分に出会いに、これまで自分が信じてきたものを手放して新しい考え方にトライしに来てもらえると、この合宿に参加してもらう意味がぐんと増すと思うんですよね。よくこう自分自身がやってきたことにの確信というか信頼、自信を持ちたくて来るっていう人がいるんだけれども、もちろんそういう、ね、望み方でもいいとは思うけども、一回フラットにして自分自身をまっさらな状態に戻しに、まずはまっさらな状態に戻しに来るんだっていうつもりで参加してもらうと、この合宿は最大限に効果を発するんじゃないかなと思います、うん。で、さっきね、並木さんが、ね、おっしゃってたように、この合宿がゴールではなくて、この合宿が新たな転機、転換期になって、この合宿からまた新しい俳優のとしての毎日が始まっていくんだっていうきっかけにするつもりで来てもらえると本当にいいなと思いますね。もっともっと自分を知る、もっともっと自分を生かす方法を見つけるために、この合宿に参加してもらえたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、今回ね、かなり充実した合宿ですよね。うん、伊東温泉で会員もできて、最高の環境で、レッスンができて、そうですね、でね、得点もあってっていう、得点ね、すごくいいと思いますね。はい、はいはい、ですね。で、詳しい情報はですね、また今度ホームページの方で、お伝えさせていただきますので、そちらを見てね、ぜひまた参加していただきたいと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。ではお待ちしてます。では失礼します。